皆さんこんにちは、ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はトランプ前大統領が赤い波が発生していないことを彼のせいにするニューヨークポストの論説に反応するという見出しで始まるJust the Newsの記事をお伝えしたいと思います。この見出しの後にリードがありまして、ニューヨークポストの論説は彼をトランプティ・ダンプティと描写し、壁を作ることができなかったと述べています。とあります。それでは本文をご紹介します。トランプ前大統領は、共和党が2022年の中間不大で望んでいた赤い波がないことで彼を非難するニューヨークポストの論説に答えた。水曜日のニューヨークポストの一面には、壁に座っているハンプティ・ダンプティと呼ばれる前大統領の写真が掲載されていた。ドン、かっこ壁を作ることができなかった、かっこ閉じは大転倒した。と、ポストの見出しは読んだ。共和党全員で党を再び団結させることはできますか？ドナルド・トランプ氏は自身のソーシャルメディアプラットフォームであるトゥルース・ソーシャルでこの批判に応えました。ニューヨークポストは今日壁についての記事を書いていますが、壁に関する私の進歩は、ブロークン・オールド・クローのミッチ・マコーネルと一緒に、私に資金を提供することができなかったニューズコーの取締役、ポール・ライアンによって憶測になりました。とにかく、2年半の訴訟の後、別の情報源を通じてそれらを入手し、3週間で完了できたはずのウォールと特定の追加を完成させましたが、バイデン政権は馬鹿げています。開かれた国境を望んでいました。とトランプ氏はトゥルースソーシャルの声明で述べました。前大統領はまた FOX ニュースと CNN を追い求めました。CNN が賢明だったら、彼らは保守党のネットワークを開き、私だけを入れて歴史上最も成功したネットワークになるだろうと前大統領の別のトゥルースソーシャル投稿が記しました。FOX は私のおかげで成功し、Twitter は私のおかげで成功しただけであり、Facebook でさえ900億ドル近くを失い、現在は中部に入っています。ワシントンポストがトランプ最大の敗者と呼んでいるのは、ジョージア州から上院議席をめぐって決選投票中のハーシェル・ウォーカーとアリゾナ州の上院議席をめぐって争っているブレイク・マスターズである。という記事です。以上です。それではまた。ありがとうございました。